西岸寺は、熊本県熊本市中央区下通りにある浄土宗の寺院。寺殿によれば、安定2年の改装で、海山は、鎮税市商人、商工房弁長という。他方、肥後国市によれば、大本山全道寺の末寺で、慶長年間、王上院三世、サビホマレ商人によって開かれたとされる。サビホマレの後を継いだ、大岸が寺の中高。 西岸寺の由来記によると、この大岸は、石田三成に仕えた、戦国武将、島政教が、実は、関ヶ原の戦いでは内地にすることなく、鎌倉孔明寺で出家した後ろ身であると言われる。大岸こと島政教が西岸寺に入った経緯や、その後の活動は、概ね次のようなものであったという。関ヶ原の戦いから5年後の慶長10年、細川忠興は、 江戸城天下武神のため、家臣に石垣武神に用いる石材を探索させていたが、そのうちの一人、火災立業という神が、伊豆で、大岩と地域になり、大岩を主君忠興に推挙した。これを機に、大岩は、当時の細川家の両国小倉に赴き、忠興に仕えて、諸国安家を装い各地の情報を収集。また、 忠だの自物堂の阿弥陀像を本尊として、小倉に、地足寺を建立した。慶長十六年、大願は、浄土宗総本山地温院の住職村、寺島ん誉れを介して、御用税天皇の行位長久を祈祷し、帝より、天下承認の号を受けた。このことから、西岸寺の裏門には、直後殿下承認遺跡の額がかかる。寛永九年、日ご熊本藩、 第二大藩主の加藤忠宏が改役され、忠沖から家督を継いで、小倉藩主となっていた。細川忠都氏が熊本へ、国替えとなるに際し、忠都氏の命を受けた。対岸こと左近は、忠都氏の肥五入部に先立って、熊本白川の金傍に、地足寺の仮堂を建て、内定に当たった。翌年、対岸は、忠都氏の意によって、西岸寺に入り、同寺の中高に勤めた。 この当時の西岸寺は、大伽藍を建て、増形を設け、要害の地を占めるなどして、戦への備えをしたものであった。白川の大岸にはかつて、井出の口形状があり、大岸以来、明治維新に至るまで、寺の住職が川越に引導を渡すのが、恒例であったという。後に、寺は、明君との誉れ高い熊本藩主、細川茂方の帰依を受け、宝暦の始め、 現在の三号、昭雲山を記号した変額を賜った。また、かつてこの寺の境内には、島原の乱において、天草四郎を討ち取った熊本藩士、神佐左衛門の墓があったが、昭和22年の墓地改装の際に所在不明となった。この寺付近で、西岸寺河原の仇討うちと呼ばれる仇討ち事件があったという来歴でも知られる。仇討ちは、 寛永17年10月9日に行われたとされ、講談などの作品にもなった。概要は次のようなものである。稲葉や江戸屋敷の芳梅、岩井善衛門と赤松久行城は共に浪人した。早く出世した方が他方を取り立てると訳し、岩井が福岡へ、赤松が浜松へと散る。その後、県の達人、岩井は、福岡で仕官し、浜松で、 目の出ない赤松は、和子、赤松源次郎の養育を祝いに頼む。祝いも、源次郎を我が子、祝い反の城同様に育てる。源次郎は、故障として召し出されるが、常中で口論した人に試合を挑もうとしたため、不届きと暇を出され、祝いゼミエモンからも叱責される。源次郎は逆恨みして、ゼミエモンを殺害し築典。ゼミエモンの上司、 祝い藩の城があだうちに出る。藩の城は、江戸でかつて死男だった万助と出くわし、万助は、助力を誓う。三年経ち、藩の城は、源次郎の父、赤松久幸城がいる浜松に行く。久幸城は、藩の城より源次郎の不始末を聞き違い。その後、浜松の塔宛に、源次郎より、 森山壇状と改名し細川家に仕官したとの書状が届く。阿だの所在を知った藩の城は、一旦江戸へ出て万助と語らい、まず藩の城が、肥後熊本へ向かい、万助も後を追うこととなる。熊本で源次郎を狙う藩の城だったが、遠国でもあり霊落し、西岸寺の前で行き倒れたところを、内山という侍に殺され刀や金を奪われる。 しかし、内山の罪も知れ、内山は斬首される。熊本に月き天末を知った万助は、藩の城の弟、禅次郎13歳を連れ、熊本藩に、事の次第を申告する。藩では、蘇生を偽った罪で森山こと、禅次郎を二百叩きとし、西岸寺河原のにて、あだちの対決をさせる。二百叩きされたばかりの禅次郎は、禅次郎、 万助に容易に打たれ、主従は本会を遂げる。日後国史には、太公山とある。公明院、太公院といった、他の院号、太公山の3号との関連も参考 AB、全国寺院名館熊本県 -2 ページ、日本名刹大辞典274ページ。 角川日本地名大辞典四43熊本五百六から五百七ページ、日本歴史地名体系第四十四巻熊本県の地名四百九十二ページ、熊本県大百科事典七十三ページ、平成日後国史、上巻六百八十五ページなど。なお、境内にある石造りの対岸汚章の塔には、島左近の文字が彫られているが、これは近年になってから、 三景者がわかりやすいようにと掘り加えたものである。熊本の地足寺は明治維新後に廃寺となり、現存しないが、西岸寺の東側にあり、西岸寺末寺であった。明治から昭和40年までの、その一帯の町名は、地足寺町であった。半腐山養護官永9年12月6日の項にも、情報収集のため日後に使わされていた、地足寺大岸らが戻り、ただ都市に、 日後府中の様子をつぶさに伝えたとの記録がある。安倍一族青空文庫ある敵だの話から、青空文庫 AB 著者未将、岩井赤松実紀略聖願寺河原のあだ内ち略記、あがつまひろゆき、うつし、変、あがつま文庫90、熊本県立図書館像、例として寺の名を、木を願い寺や、聖漢寺に変えたものとしてまた、あだ内ち十種二百四ページによれば、 この話に、他の複数のあだうち単が取り込まれた上で、仇うちランルーキン等の名の交段になっているとされる。皇居の有無や、発生時期などから、日本最後のあだうちと称されるものは、複数ある。文久3年の境橋のあだうち、明治4年2月の赤江藩市による高野のあだうち、同年11月の加賀藩における、明治の中心蔵、明治12年の旧秋月藩市、 薄い六郎のあだうちなど。熊本藩士による石抜きのあだうちは明治四年四月であった。文久元年、江戸熊本藩邸で、熊本藩士、イーリサユイエモンが、同藩士、下田平八、中月木平を殺害し蓄、蓄典。十年後、イーリサが、山口藩に捕らえられ、熊本藩に護送された。平八の維持や妻らは、護送役人に頼み、イリサを、 現在の玉名市石抜きの北にの地に連れ込んでもらい、この地で本会を遂げた。ありがとうございます。